先行遅延効果連続的な軌道上を移動している視覚的な刺激体が瞬間的な先行など予測できない事象が発生した際に実際より前方にあるように見える。この作詞から視覚の仕組みについて重大な示唆を得られる。すなわち、コンピュータに比べ視神経の処理が相対的に低速であるということだ。この処理の遅延が 閃光の空間的ずれを引き起こすことは広く知られているものの、数十年にわたる議論を経ても、なお、根本的なメカニズムについて統一的な見解は得られていない。緑色の閃光が映っている、静止画先行遅延効果は、作詞の一つである。移動する物体と同じ位置に瞬間的に現れる、閃光が空間的にずれているように知覚される錯覚。 先行遅延効果を説明するものの一つが、モーション外装仮説である。移動する物体の光が、網膜に到達してから知覚されるまでには、ある程度の時間が必要である。そうすると、知覚された時には、物体はすでにその先の位置へと移動しているということになる。視覚システムは、このような神経遅延を埋め合わせるために、移動する物体の軌道を未来に向かって外装することによって、 その位置を先取りするというのがこの仮説の主張である。二つ目の説が零点し差仮説である。これは視覚システムが一瞬だけ光る物体よりも移動する物体の方をより高速に処理できるとする仮説だ。つまり光る物体を近くした時には動く物体はすでにその先の位置へ移動しているというのだ。この零点しさ仮説は意識は刺激が 企画の終点に到達次第発生するオンライン現象であるという推定に暗黙のうちに依拠している。ありがとうございます。